とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この前出ました最強装備を使っていきたいと思います。これですね、ソウルダンサーのローブの263です。前持ってたのが、これなんだよね。251のソウルダンサーのローブ。エンチャントは一緒です。ソウルフォーカス、クールダウン、魂の袋の、ポーションバリアです。でも251は HP が186万だったのよ。でも、こっちになると300万です。1.7 倍ぐらいかな ?HP が。これは絶対強いから。では、行ってみましょう。あまりいいクエストがなかったので、ラストステージ来ました。まずは、ちょっとソウルを貯めましょうかね。ちょっときついぞ、これ。オッケー。まずソウル貯めないと、これどうしようもないからね。オッケー。これぐらい貯まれば、いいでしょう。うん。まずはソウルダメからだからね、これ。おーい。あ、でも、ダメージ受けても、そこまで減らない。いやいやいや、いいね。これ耐久力がないのよ。防御力の、35% 軽減がついてないので、ちょっと耐久力に難ありだったんだけども、これ263になったら激変する。むちゃくちゃ強い。火力は抜群だから、耐久力がね、若干低めなんだよね。でもその耐久力が、なんとかなってるっていう、これ素晴らしい。すいよ。あ、でもね、弓がちょっと残念だな。弓がね、本当に残念。今装備してるのが、これなんですよ。失われた魂の棒。エンチャントが、流れ込む魂のクールダウンショット、バーストボーストリング、キューコンなんだよね。キューコンと、クールダウンショット、バーストボーストリング、この3つは、絶対必要なんだけども、あと1つを、流れ込む魂じゃなくって、ロールチャージかアーティファクトチャージに変えてもいいね。うん、まあ、そうすると、ツタの鞭が使えなくなるんだけども、ソウル系のね、うん、フロストサイスに変わっちゃうんだけども、まあ、それでもいいかもね。雑魚戦では絶対ね、チャージ系があった方が安定する。うん。今みたいに、ちょっと動きが悪くなったりすることが、まあないので、チャージ系は欲しいな。まあどの装備にもそうなんだけどね、チャージ系は必要。まあクールダウンが3つとかついてるならば必要ないかもしれないですけど、クールダウンが1個や2つぐらいだったらあった方がいいもんね。安定感が全然違う。ちょっとソウルを貯めたいな。ナイス、溜まったっしょ。いいね。もちろんキャプテンは全部倒していきます。さあ、キャプテン何体いるでしょうか。いっぱいいてくれたら嬉しいけども、どうだろうね。おお、素晴らしい火力。気持ちいいぐらいの火力だね。まず脅威でしょ。ちょっとなんか今変更がいた気がする。あ、でもまあまあ普通のやつだから別に構わないんだけどね。 OK、 あ、そっちにもいるのね。 OK、 ない。うわ、ナイトモード久しぶり、久しぶりだわ。ナイトモード久しぶりだわ。なのでクリーパーに変わる。 OKOK、まあ問題なし。オッケー。固まるね。危ねえ。で、脅威が2。お、いい感じだよ。いい感じで、キャプテンが、いてくれてる。これ、まだまだいるでしょう。オッケー。おいおいおい。どこだ?いた。おー、硬えな、さすがに。脅威がね、結構上がってくると、ここ硬いもんね。まあまあ、一応ラストステージではあるからね。
それはそうだろうけど。おいし、いる、どこだ。まあ、クリーパーがね、ちょっと多めになるので、注意はしていきましょう。ナイトモードもあるしね。最後何？モブ HP が 170% アップ。オッケー。来なさい、来なさい。一応これで、全部だね。全部ゲットっていうことです。結構きついな。うん。敵の攻撃は全然ね、耐えれる。3発ぐらいは耐えれるんだけど、敵の HP が異常に高いわ。そろそろ、ボス、あ、ボスだね。オッケー。ソウルは意外とね、なくなりそうになるけども、さすが球根。うん、なくならない。素晴らしいね。あ、でも、そうね。これ連打していくよりは、うん、このポン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 押していく感じで戦うんで、そうか。なら弓のエンチャントはこれでいいのか。うん、若干不自由だけども、ソウルビルドにはこれが一番なんだろうな。流れ込む魂、クールダウンショット、バーストボーストリング、球根。ベストなんだろうね。で、ツタノムチこれ絶対いるもんな。やっぱ倒せないやつって、いるもんね。特にこの HP が、めちゃくちゃ上がった時とか、倒せなくなるんで。ツタノムチは必要か。まあ、仕方ないね。うん。捨てなきゃいけない能力っていうのはやっぱり何にでもあるんだろうね。 OK。 ではまずこいつをアップデート。ちょっと待って待って待って。あ、ダメだ、たまらんたまらない。もうちょっとたまるかと思ったんだけどな。これじゃちょっと倒せないや。うん、 170% アップはちょっと倒せませんけども、うん、次の攻撃で倒せる。はい、終わり。完璧でしょう。はい、ウィザーアーマーが出てきましたね。おっしゃ。おい、ナイトモードだから敵がずっと湧き続ける。はい、まあ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 、いい感じですね。本当にいい感じ。脅威さんの HP が上がった。まあ、なかなか難しい感じのところでも、全然いけますね。余裕があります。今日はこれ。ソウルダンサーのローブの263。エンチャントが、ソウルフォーカス、そしてクールダウン、魂の袋、ポーションバリアを使ってみました。もともとね、耐久力が、すごく低くて問題があったんだけども、263になることによって、耐久力の問題が解決しました。火力抜群です。うん、まあ弓もね、この流れ込む魂、クールダウンショット、バーストボーストリング、球根、これがベストなんだろうね。うん、チャージ系がついてると、多分ソウルが足らなくなりそうです。おそらくこの3つがベストかな。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。